皆さんこんにちは佐藤大輔です佐藤のラジオ第428回よろしくお願いしますはい今回は明治安田生命 J1 リーグ第33節名古屋グランパス対ビッセル神戸の一戦について感想を話していきたいと思います試合は本日10月24日15時トヨタスタジアムで行われました はいまず名古屋グランパススターティングイレブンを見ていきたいんですが、ゴールキーパー、ランゲラックス選手、ディフェンダー右から宮原選手、中谷選手、キム・ミンテ選手、吉田選手、ボランチは稲垣選手、木本選手、2列目右に前田選手、左に相馬選手、中央にシュビルトクク選手とシャビエル選手というメンバーとなりました。 でまあ前日会見で、まあ、監督の前日会見で、米本選手と阿部選手がまあ大きな負傷をしてしまっているということが分かったということで、まあ、この2人の長期離脱というのは、チームにとって非常に痛いものではあるんですけれども、な何よりもね、あの米本選手、阿部選手、まずはしっかり無理せず、怪我を治してほしいなというふうに思います。 で、まあ、ベンチを見てみると長澤選手がベンチに、まあ、復帰といいますか入っていると、まあ、長澤選手はそんなに、まあ、大きな、あのー、トラブル怪我とかではなかったということで一安心、これでねボランチの選択肢が増えるというのはグランパスにとっては大きいかなとで攻撃陣でいうとシャビエル選手がスタメンということで、まあ、ACL ではね悔しい思いを。 したというところはあるでしょうからねあのー、ここでの活躍に期待したいなと思っておりましたはいで試合を振り返っていきたいんですがまずは前半ですねで試合の展開としてはもう非常にはっきりしていましたね神戸がボールを保持してまあグランパスは構えるという構図でしたねグランパスあまりハイプレスということではなくてあのー、しっかりと 構えてあのディフェンスライン442というところを作ってあの神戸がボール入れてくるところを引っ掛けるという狙いでしたね。で前半6分グランパス先制ということで、まあ、早速その狙いが生きたというところですかね。奪ってから、まあ、シャビエル選手の素晴らしい展開相馬選手の裏へのボールで相馬選手も抜け出して落ち着いて中央の前田選手に流し込んで、まあ、前田選手が。 決めきるというところで非常にいいゴールだったと思いますしチームとしてのね狙いがはっきり出たあのゴールだったと思いますさらに前半14分追加点シュビルツク選手ですね、まあ、これもカウンターからですが、まあ、最後はシュビルツク選手個人技、あのー、右で振ると見せかけて最後は左足であのミドルシュート決めきったというところで、あのー、非常に得点力の高さ見せつけてくれたかなというゴールだったと思います 思いま,すまあ前半でね2得点2点のリードを奪えたというのは非常に、あのー、大きかったというふうに思いますでその後もね引っ掛けてカウンターシャベル選手決定機というところあったんですが、まあ、これは決めきれずというところでまあそれでも前半 2対0とリードして終えられたということで、まあ、非常に素晴らしい前半でした ACL、まあ、AC あの帰国後チーム状況どうかなという心配はあったんですけれどもそういった心配をすべて跳ねのけてくれるというか素晴らしい前半だったと思います2点リードであの前半終えられたので後半、ね、しっかりと、まあ、守備から入ってなんとか勝ち点3を取ってほしいなというふうに思っておりました。 はいで後半なんですが、後半開始時点で選手交代なしと、ただまあ後半7分交代、前田選手アウト、マテウス選手イン、シャビエル選手アウト、柿谷選手イン、今日は前田選手、ゴール生まれましたし、シャビエル選手もね、中盤で非常にあのー、いい、あのー、働きしてくれましたし、あのー、2人とも良かったと思います、逆にね交代で入るマテウス選手、柿谷選手。 はまあ攻守にあのー、役割求められていると思うのであの交、ー、代で入る2人も期待したいなというふうに思っておりましたただ後半14分失点をしてしまいますコーナーキックから武藤選手に決められるまああのー、失点に至る前にもランゲラック選手のビッグセーブに救われるシーンなどもあってまあついに失点してしまったかなというような感じでしたねああのー、まあ 多少というかかなりというか守備的なところになってそこが、あのー、神戸の選手につけ込まれてしまったというかね神戸の選手がどんどん出てきたというところはあったと思うんですがでこれでやっぱり1点失ってしまった神戸からすると1点取れたということでさらに前がかりになると思うのでグランパスとしてはしっかりと、ねあのー、対応していかなければちょっと怖いなと思っておりました。 で、失点後すぐですね、後半17分、シュビリトク選手アウト、金崎選手イン、相馬選手アウト、森下選手イン。でまあ、シュビリトク選手も1ゴール、相馬選手も1アシストということで、非常にあのしっかりと結果を残してくれたと。で、まあ、交代で金崎選手、森下選手入って、グランパスはこれで5バックですかね、5、3、2のような形にして、まあ、やっぱりこれ以上失点は許さないぞという。 あのー、形にするとで後半27分くらいでしたね、吉田選手が抜け出して、中央、柿谷選手のシュート、あのくら選手に止められるんですけれども、こぼれ球、走り込んだあのー、稲垣選手、これは入ったかなと思ったんですけれども、ちょっとあの相手の選手が目に入ったのか、あのボールがイレギュラーだったのか、まあ、決めきることはできずというところ、ただ、いい形。まあ、あのー 5バックというか3バックにしてね早速サイドを崩していい形できたので、まああのー、これ続けていってほしいなと思っていたんですが後半36分、まあ、失点 PK からですね VAR 入ってオンフィールドレビューの結果 PK と、まあ、あれはあのー、吉田選手の足があの武藤選手にかかっていたと思うので、あのーまあ、PK 妥当な判断だったと思いますでこれをイギリスタ選手に決められてしまうと、まあ、2点差 追いつかれてしまったというところで、まあ、グランパス、なんとかあの状況的にも、ね、勝ち越しゴールを期待したいというところだったんですがなかなか、まあのーまあ、神戸としては、ねあのー、アウェーで試合展開的にも同点で御の字という状況になったと思うのでうまく、ね、神戸に時間を使われでグランパスもなかなか効果的な攻撃を出せずというところで後半2対0で終了トータルスコア2対2引き分けで試合は終了となりました。 はいでまあ、この試合の感想なんですが、まあ、グランパスとしては前半2点リードで終えられたにもかかわらず2点追いつかれてしまったという展開だったのでどうしても勝ち点2を失ったのかなというようなあの試合だったという感想です。前半2点リードで終えられた時 まあよしよしなんとか勝ち点3取れそうかなと思ってしまったのがあの正直なところなのでそこからまあ追いつかれてしまったというところでねでまあ2対0前半リードで迎えてで後半どう進めていくのかっていうところでまあ難しさが出たというかねあのサッカーのあやといいますかねそういったようなものを感じるとともにまあ,あとは単純に神戸の攻撃陣のねあの圧力の強さというのも感じましたし。 あのそういった試合だったかなというふうに思うんですがまずは前半ですね前半に関しては本当にグランパスの狙いが存分に出た45分だったというふうに思いますボールを保持してくることが予想される神戸に対して、まあ、グランパスはねそんなに前から行かずにある程度のところでブロックをしっかりと敷いて、あのー、入れてきたところを締めるとボールを狙いに行くとそこからカウンターを狙っていくということでで2得点 そこその形で奪えたということでね、グランパスチームとしてしっかりと狙って2得点カウンターでできたということは、ここは素晴らしいあの評価されるべきところなのかなというふうに思います。まあ、もう1本、シャビエル選手のところにも決定機あって、あれが入っていればより良かったんですけれども、まさすがにね決定機すべて入れろというのは難しいでしょうし、2点取って2-0で前半を終えられたというのは、まあチームとしての本当に プラン通り完璧な前半だったといいう,うに思いますでやっぱりこの試合に入るにあたってね、グランパス、あのー、韓国から帰ってきて、確率期間中というところで、まあ、選手のコンディション、チームの状況、どうかなという不安はあったんですけれども、そういった不安をす、ね、べて払拭してくれるほど、あのー、いい前半だったというふうに思います。まああのー、だからこそ、勝ち点3いけるかなと、ちょっと甘い考えと言いますかね、出てしまったんですけれども。 で、まあ、後半、なかなか難しい展開になっていってしまったというところで、まあ、やっぱり2点リードがあったというところでチームとしては守備に、まあ、意識が徐々にというか、ね、傾いていったとで、まあ、それはし、まあ、仕方がないというかなんて言ううでしょう今の今季のグランパスの戦いからすると、まあ、当然なのかなというふうに、あのー、思いました。まあ、グランパスは今期そういうい勝ち方を 何て,て言うんでしょうまあ1点リードしたら守備的に入ってかなり攻め込まれるけれどもな,なんとか守りきって勝ってきたというようなチームだったのでまあそれで勝てるという自信がチームあったでしょうしそれがチームとしての勝ち方2-0になってもどんどん前から行って点を取りに行くんだというサッカーをグランパスはしていないのでまあそういった選択になったのかなというふうに 思いますで今期のグランパスの戦い方を考えるとねあの時点でまあそういった選手が主攻になっていきあのベンチがそういったベンチワークをしたというのはあのまあ 必ずしもその、まあ、後半17分の時点で3バック、5バックにした時点ではもう守り切ろうというメッセージだったとは思うんですけれども、まあ、7分の交代のところで必ずしも守りに行こうというメッセージではないとは思うんですがどうしても選手のマインドとしてあのそういう意識になったというところは、まあ、これは仕方がないのかなということだと思います、まあ、ただそれでもやっぱり結果的に追いつかれてしまったので、まあその 判断というかね、あのー、それは成功はしていない、いい選択だったということではないのかもしれないですけれども、あの時点、あの状況での選択としては、まああのー、なんていうんでしょう、非常にあの選択が悪いと、あのー、悪いチョイスをしたということではないのかなというふうには思います。で、まあ、でグランパスとしては、やっぱり、あのー、守備にシフトして、後半17分の時点でファイバックにして、 あのー、でもう守りきるという選択をした中でやっぱり同点ゴールを奪われてしまったっていうところが痛かったですね、もうあそこからなかなかもう一度勝ち越しゴールを奪いにいくと、まあ、当然、選手としては言っていたとは思うんですけれどもチームとして迫力を持って推進力を持って、あのー、攻撃をしていくっていうのはなかなかもう展開もオープンになっていたと思うので、まあ、簡単ではなかったかなというふうには思います。まああのー 例えばマテウス選手のシュートとかね、少しチャンスはあったんですけどやっぱりどうしてもそれは散発的なものになってしまうかなというふうには思います。で、まあ、なんていうんでしょう守備に入ったグランパスを、まあ、上回ったこじあけたのは、まあ、神戸の攻撃陣ですしその中でも武藤選手ですよね。選選手、手ななんて言うんんてうう、でしょうあんなに脅威な選手だとは、 あの思っていませんでしたというかまあいい選手だとは思ってはいたんですけどやっぱり海外で揉まれてもフィジカルですよねあの運動量も落ちませんでしたし宮原選手が結構前半から退治したりはしていたと思うんですけれどもやっぱり宮原選手グランパスの中でも地上戦対人の守備というところでは。 かなり信頼感のある宮原選手が行くのであればまあ負けないだろうそれはもうたとえ外国人選手であっても宮原選手上背はあまりないですけれども体の使い方だったり体幹が多分かなり強いので、あのー、1対1ではあのフィジカル勝負でもやられないそこは安心して見ていられるというのが宮原選手だと私は思っているんですけれどもその宮原選手がフィ,ジアフィジカルの競り合いで少し後手を踏むような、ね、シーンが前半から あったのであ、武藤選手、かなり体が強いんだなっていうところはあのー、思いました。宮原選手があそこまで手を焼くというのは、まあ、特に、ね、日本人選手であそこまで手を焼くというのはほとんど見たことがないので本当に脅威でかつ運動量も落ちないということで本当に素晴らしい選手だなというふうに思いました。まあ、得点もも取取っってますしあとは PK を取ったシーンも なんて言ううでしょう状況としては、まあ、吉田選手、あそこ無理する必要はなかったかなというふうに、ね、あのー、後から見るとそうなんですけれどやっぱりそれだけ武藤選手の脅威は大きかったのかなと行かないとやられるっていうようなものをあの感じさせるプレーをしていたんだと思います。だからこそああいった、あのー、少し 逆を突かれてしまったことによっての焦りみたいなこともあったのかもしれないですけれども、まあ、角度もほとんどなかった中でああいう対応になったっていうのはやはり武藤選手が敵ながら素晴らしかったということなのかなというふうに思います。でやっぱりフィジカルでねあそこまで、まあ、圧倒じゃないですけどしっかり作っていけるっていうのは日本人選手としては大いに見習うところはあるのかなというふうに思いますしまあやっぱりあのー 日本人選手だからフィジカル的に劣るっていうところではないよっていうところを武藤選手、身をもってね表現しているというかやっぱりああいった選手が日本に復帰してプレーをするっていう意味っていうのをちょっとね感じさせるほどの存在感のある選手かなというふうに思いました。でまあ、ゲームとしてはグランパス2対0から 2対2と追いつかれててしまっての引き分けで状況的にも勝ち点3が欲しい試合だったのでやっぱりどうしてもネガティブにもねなるんですがまあ一旦、まあ、冷静にというかね落ち着いて考えてみるとチームとしては帰国後初の試合というところで、まあ、多くの選手はいいプレーを見せてくれていたというふうに 思いますます、あ、誰がすごい悪かったから2点失点してしまったというような状況でもなかったと思いますしもともとやっぱり神戸も強いチームですからあのー、展開としては何て言うんでしょう受け入れ難いというか残念な展開ではあるんですけれどもしっかりと戦ってはいたのかなというふうに思いますしまあなすすべなくっていうような試合ではなくあのー。 上位の神戸に対しても、まあ、互角まあ互角以上とねあのファンとしては言いたいところですけどまあそういったプレーを見せて、あのー、くれていましたであとリーグ戦の結果順位表を見てみても今日の試合で神戸に追いつくことは残念ながらできませんでしたけれども残りリーグ戦まだ5試合あるで神戸との勝ち点差は3というところでまだまだ 追いついて追い越していくチャンスというのはあると思いますしそういった状況を自分たちで作っていけるあのー、ところはあるというふうに思いますまああのー、神戸の結果にもよるというところあるんですけれどもとにかく自分たちはやるべきことをやっていくとでまあ今日もそうですけれどももう出てしまった結果は変えられないというところですのでまあ反省する改善すべき するというところはあのー、する必要があるとは思うんですけれども、やっぱりポジ,ポジティブなね、面も多くあったと思うので、しっかりとね、切り替えて、あのー、次の戦いに向けてね、またチーム盛り上げていってほしいなというふうに思います、はい、次戦は10月27日水曜日、天皇杯準々決勝、セレッソー。 大阪戦ですね。ホームトヨタスタジアムにセレッソ大阪を迎えるというところですね。で、もう週は明けて今週ですね、水曜日に天皇杯準々決勝、土曜日にルヴァンカップ決勝戦とセレッソ大阪は2連戦ということで、まあ、カップ戦をかけた大一番セレッソ2連戦というところですね。で、まずは水曜日に天皇杯準々決勝というところで、まあ、これ。 ホームでね戦えるというのは非常に大きいというふうに思います。グランパスとしてはあのー、ホームにねセレッソ迎えられるので準々決勝なんとかあのー、まず取って準決勝に駒を進めつつ。 土曜日の試合ですねルヴァンカップ決勝に向けて弾みをつけてほしいなというところだとは思いますまあ、ただグランパスとしてはやっぱりあのこれまでもそうだったと思うんですけれどもまあ、あまり先のことを考えるというよりは一戦一戦しっかりとねベストを尽くして戦っていくそして結果を求めていくということになろうかと思いますしそれでまあいいのかなというふうに思います。 でまあ感想のところでも言いましたけれども、まあ今日は勝つことはできませんでしたけれどもしっかりとねまた戦っていくんだ戦えるんだというところはあのー、見せてくれたというふうに思いますで水曜日の試合天皇杯準々決勝ですけれども天皇杯もねやっぱり ACL の出場権というものもかかった、まあ、タイトルもかかってますし ACL の出場権もかかっているということで非常に大切な試合です。 で、ホームで戦えるというアドバンテージを大いに生かしてね、セレッソを倒して、で、土曜日のルヴァンカップ決勝ですね、弾みをつけてほしいなというふうに思います。はい、そんなところで佐藤のラジオ、第428回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。